本日はホーガンのホーボーバッグをご紹介したいと思います。ホーガンはトッツの姉妹ブランドになりまして、全体的にシューズもバッグもトッツよりは少し価格が抑えてあるので購入しやすいブランドさんですね。でも素材とかね、製品の作りっていうのはトッツと同じくすごくしっかりしていて使いやすい商品が多いです。今回こちらをご紹介するのは本当に使いやすくて個人的に気に入っているのでご紹介させていただきます。ホーボーバッグなのでこの部分がね大きく取ってあって肩にかけた時にこうフィットしてすごく使いやすい長さになっています。でハンドバッグとして持つ場合もここがねハンドルが二重にこういうふうにちゃんとカバーしてあるのでカレザのめくれなんかもなくて非常に持ちやすいしっかりした作りです。でグリーンカーフレザーのダークワインレッドで今画像ではちょっと明るめに映ってますがもうちょっと暗い落ち着いたトーンのお色になってます。中はワントーン暗めのこれもまたちょっと中が赤が強く映ってますけどもうちょっとねワインパープル系のお色ですね。でポケットだけがこういうふうに曲線で外と同じ素材のねこの外側の薄いパープルと同じ素材が使われてます。あとここがスナップでこういうふうにパチッと閉じるのでこれも中がねしっかり閉じれて見えなくなって安心ですね。スナップで開閉可能です。で街がかなりありますのでこれはですね、横にしても縦にしてもこの A4 サイズはしっかり入ります。今横に入れてますが完全に見えなくなるぐらい入っていて街がまだまだ余裕があるのでもっと分厚いファイルなんかでも十分入れれます。ペットボトルの500とかでももう見えなくなっちゃう縦にいても見えないぐらいの大きさのしっかり収納力があるバッグになっています。で、縫い目がねすごくしっかりしてて重いものを入れて持つバッグとして作られているっていうのがよくわかります。ただしこちら分けありで販売してるんですけれどもなぜかというと中のこの縫い目のねこのピンクの部分ですけれどもラインの部分が、糸でちゃんとねミシンで縫ってありますけれども針のところがボンドが少し剥がれてしまったんですね。しまっていて販売時からもうそうだったんですけれどもそのために非常にここ一部剥がれてるのがあるんですけどそのために分けあり商品として低価格でご提供しております。出品本当にお買い求めやすくなっているのでよかったらご覧ください。トッツよりも安い価格帯で購入できるんですがさらに割引価格になっております。本日はホーガンのホーボーバッグご紹介いたしました。